シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よっかけはビアキ使って昨日やっていくってやつだぜ。さあ今回のこのビアキがよ、おい運営どうしたこれは。見てこれ、聖騎士キラー L9 の無敵サルサキュー。やべえだろおい、闇属性で聖騎士キラー L なんて出しちゃダメこれ。いやだって前回のあの伝説のうどんだぬきでさえ聖騎士キラー EL だけど光属性だから、今回これとんでもねうどんだぬき超えてんのよ。で見てさらにこれ飛行までついてんのよ。全く意味ねえけど、全く意味ねえ。でも飛行ついてくれてるからよくわからん安心感まである。で、あのこいつほら見て、この SS がターン18出てる、これあの不動明みたいなバーってレーザー、これがよマジ聖騎士倒すのに完璧な力発揮してくれるから、まあ、それ今回見ていこうじゃねえか。で、あとほらこれ調教ブレスブワーって出るけど、9の奥は友情もクソもねえから全く意味がねえ。寂しい、かわいそうっていうわけでやっていくぜ。まあ、イラストもね全然かっこいいから、まあ、かなりお気に入りのモンスターになってくるかと思いきや、まあここでしか使わないかなと、まあ、ここですら使わない人もいっぱいいるかもと思うんだけど、今回やらせてもらうぜ。で、あのまあ本当は今回これやりたくなかったのよ。やりたくないんだけど、生放送でも生夜会でもあのコメント欄でも、ビアキー聖騎士キラー L ですね、ビアキー聖騎士キラー L で、あそこに行けますねとか、あのいっぱいあるから、いっぱい来るからもう使うわ。まあ、理由としては、まあ、最近よ、あのこの極ってめちゃくちゃ、あのほらオベロン使ってないのよ。もうほらオベロン使わなくて 2,3 ヶ月経ってんのよ。もう追加されるあの獣神化モンスターもほぼ全てでいつも艦隊でクリアしてるから、もうオベロン使いたくないのよ基本的に最近は。だからあの封印してたんだけど、まあ、今回はこの聖騎士キラーエロだから、まあ、オベロンさんに復活してもらおうじゃねえか。これいけるかな。あ、なまってない、全然なまってない、本当にオベロン久しぶりで、この前よ、あの夜会の方でもオベロンを神化に勝手にしてたみたいで、あのゆっくり夢になるという事件があったんだけど、これちょっとダメだな、これダメだわ、諦めて降りるわ。いい感じに配置できてたんだけど、これ食らうもんな、とんでもないダメージ。いや、やめとこやめとこう。で、オベロンでここ突破するじゃないか。その後が結構めんどくさくて、オベロンで突破した場合オベロンのターン2回しか来ないのよ。だからその2ターンのうちで次の中ボスを削り切らなきゃダメ。さあ次行くけど大丈夫。この後のほら、あの 1P の場所が結構重要で、あの 1P の場所で降りていって魔導士と中ボスにはまって魔導士をワンパンしないと本当にきつい。さあ行くぜ。オッケー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 。で若干下に下がる。このパワーでかいぜ。お、直でいけるかなこれ。あ、ガイド。じゃあちょっと壁使っていくわ。よっしゃ、オッケー、これはでかい、これはでかいぞ。しかも照明削り分ぐらい、平面削り分ぐらい削れた、これはでかい。いやマジでよ、一応これ昨日ほら3時間ぐらいやって様子見て、まあ、今日やってんだけど、で5回目ぐらい、全然なんかほらいけそうな気がしてきたわ。正直最近の重心化をワクワクでゴリゴリにして艦隊で行こうかな、簡単だと思うこれ正直。おっと弱点だぜ。いやー、さすがすぎるオベロンさん。だが今回はトゥーフォーオールにつけてたせいで、このパワーと結構食らうなお前。トゥーフォーオールにつけてたせいで、あのほらここのデスステップのボンボンボンっていう痺れを防ぐやつ今回外してんのよ。これコンプレックスいったせいで貴族性のほら対極みつけてるから、だからあのボンボンボンで今回オベロン麻痺するから、まあ、それがマジで怖い。だが弱点キラー、弱点なんだっけ、弱点極みつけてるから対弱極み、今回ほらボス2のレーザーをあのどうやっても一発で突破することができる、これは嬉しい。でこれでデスステップを耐えることができる。いや OK、 全然余裕あった。おっ、あ、いけんな、よくできる。よっしゃ、ここまで順調。
いや、本当に、最近、重心化のモンスター強すぎて、オベロン適正一体いる、この、勝負の方が難しくなってんのよ、マジで。さあ、オッケーオッケーオッケー。で、さっき2連続で負けた理由が、あの右側の魔導士の右にはまった時に入れ歯足出てきて死んだ。で、同じ負け方した。だから行きたいんだけど悔しいけど、ここは、行かない方がいい。このウサギをこづくとこしか、道がねえよな、これ。だって今回体力、7万だぜ。よし、これでいい、これでいいのよ。これでいい。で、これさっき右にはまったら負けたから、絶対にはまらねえ。まあ、リベンジしたい気持ちもあるけど、今回チャレンジがチャレンジだからな。さあ、このオベロンでこの2体を倒していくぜ！オッケー、いい感じ、いい感じ、順調、順調。なぜここにオベロンを配置するか。それは、このボス1で、オベロンが盾貫して、まあ、ボスを一発で終わらせると。でもちょっと残るんだけど、今回対弱極みがついてるから、おそらく盾貫して弱点来た場合、盾貫したら、ボス1は軽く突破できる。マジ、ボス1も難しいからな、このチャレンジの場合。オベロン、もうちょい左がいいかな。よー、こうやってオベロンの位置もずらすことができるのが、ビアーキンの魅力って。よく見たらオベロンの位置全く変わってねえ。意味がねえ。かわいそう。さあ、次。思うけど、この鳥を、飛行いらないから、あ、でも、そうか、鳥だから飛行か。アンチウィングつけてほしかったな。いや、こうやってこの間をすり抜けてダメージを出すことも、まあ、このビアーキンの魅力でみんなできるけど。いや、あの剣取れないな。まあ、いいや。で、これ、剣は、オベロンは取らねえようにしてんのよ。取ったら、もう、それは強いから。全然面白くないから、まあ、剣は取らねえで。さあ、こっから面白い戦いになるぜ。もう集中していくよ、本当に。もうマジ緊張するけどよ。これ弱点来るか、本当に。よっしゃ、ボスやっていこうぜ。弱点来い。よっしゃ、入れ番すんなよ。ドララ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 ラ、オッケー、このパワー。鳥は見てるだけ。あそこに群がってこっち見てるだけ。頼むよ、次。頼むよ、おめえらは活躍してくれよ、本当に。うわ、これは、マッチ決めれないね、これは。決めれないわ。横勘でダメージを出してあげようと思ったけど、オベロン退着ついてるから、SS で一発突破できる。全くこいつらの動き意味ないんだよな、これ。横がいいか。待って、もうちょっとチャレンジしてみたい気持ちあるね。絶対無理だけど。やってみる。オッケー、そんじゃ、行ってこい。あー、だが弱点はつけた。オッケー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 。結構楽になったね。確実に、レーザーでいける。で、これどうしようかな。横勘でここダメージを出しつつ、回復しても反撃受けても、まあ、オッケーみたいな。が理想か。いや、悩むな、これ。変な手打ったらまずいもんな。このパワー！ミスター！あ、やばい。あ、あそこはまるのよ、ボスとブロックの間に。うわ、これやべ、おいおい。やってしまった。結構前にいつもそれ解説してんのに。あ、3万回復したら、センサー引っかかって3万食らうだけでいいのか。じゃあ、縦勘するわ。さあ、見せてくれ。ビアーキー、お前の力を。いいじゃねえか。このパワー！ピューかわいい。さあ、行くぜ。これはマジ負けるね。緊張してきたぜ、ラスゲー。行け、ムーンライトマジック、蹂躙せよ。蹂躙せよ。オッケー。ね、これ怖いのが、オベロン、ウィンドンに重なってる可能性があるんだね、これが。オッケー、ずれた。で、ここでビアーキー。お前がアステマートじゃないこと、見せてもらうじゃねえか。さあ、行け、クソ鳥。この下の聖騎士をぶっ飛ばせ。このパワー、おお、448ヒットでさらに聖騎士を軽々倒した。おお、やるじゃねえか。やっぱお前適正だわ、これ。完璧なる適正だわ、ありがとう。で、次マジどうしようかな、これ。
や、なんだかんだ言ったけどよ、やっぱラスゲマジ難しいんだよな、これ。うん、何を優先すればいいの、これ。いやー、怖っ。なんか今のビアーキーの SS で結構倒したんだけど、よく見てこれ、あのね、ウィンドンが、レザーバリ貼ってるから、マジでこのビアーキー SS 使えないのよ。さっきすごくあの恵まれた環境で撃てたから、そこはね、ビアーキーも感謝した方がいいよ、この僕に。いや、マジどうしよう。じゃあまあ弱ってるから、左の聖騎士、これ行って、上ぐるって巻くダメージ与える。おっと、そくる、いい、聖騎士2回ダメージ与えた。これは嬉しい。もうこんな感じでこまめにやっていくけど、右の聖騎士左上の魔導士を、まあ、中心として、まあ、ダメージを与えていこうじゃないか。これで同じように、いけ！いや、またいい感じにこの2体を後続こいつの、まあ、能力か、ビアーキーの。ありがとう。なんかちょっと不調だな。上だけ倒したんだけど、左だけ。右のやつら2体倒しちゃおうと思ったけど、これはやばい。これやばいね。この体力であの3匹のカラスが十字レーダー直撃受けると、ピギャー一発で終わる。さらにオベロンがあの、普通に行ったらあの2人にはまんのよ、右のやつに。で、縦勘でドドンってダメージ出すんだけど、あそこにはまった場合十字レーダーオベロンも食らうから、これは確実にやられるな。めちゃくちゃチャンスだったのに。そんなことになんのこれ。いや、このカラスたちをずらす戦法しかねえ。ずらしてダメージ出せるこれ。いや、おとなしくずらしておいた方がいい。絶対後悔するよな、これ。いや、マジカラスだから飛行はいいけど、アンチウィンドもつけろ、本当に。行くしかねえか。微妙なズレ。このパワー。ちょっと角度強すぎた。いやー、でもいい。でもいい。でもいい、でもいい、でもいい。どっちにしろ聖騎士は一発いけるね、これ。じゃあ、次は聖騎士を倒した後、左目行って、魔導士も倒す。完璧すぎんか、これは。よっしょ。いや、こいつ、クソ取りだね、全然。ビアーキーだわ、本当に。聖騎士嫌える、9の敵されそう、9! で、次、デスステップ、あれ、全然当たらないけど、まあ、万が一当たった場合に備えて、ちょっとみんなずらそうか。あ、オッケー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 、鳥、ピヨピヨピヨ飛んでる。で、オッケー、アウト、誰に抜けたデスステップ。で、マッチ狙えるけど怖いから、右側にオベロンを配置していくぜ。で、この次のオベロンの周で、上はまって、勝つという、まあ、完璧な流れ。あの鳥痺れてるけど、大丈夫あれ鳥。なんか鳥痺れてる。で、あの痺れは一旦しか続かねえから。オッケー、いい感じ。さあ、この位置は最悪。このパワーで、ずらす。絶妙な位置。絶妙な位置。だがもうわかる、これは。次、あのオベロンずらしに行ったら、確実に反発して戻ってきて、今より右に行ってしまう。だが、あの位置結構やばい。上からはまっていった場合、多分よ、あれ。ギリ、なんかマッチの位置に入ってしまって、上に入れない。じゃあ、右弱来たらいいんだけど、俺、上からのマッチやったことないのよ。やばい。上に弱来て、来たら、ギリ入れるのかな？いや、多分無理だな、これ。ちょっと待って、どうしよう、どっち来る弱点。うわー、これは終わったか。上からのマッチやってみる？初めてだけど、角度結構つけて、練り込むように打ってみる？さあ、いってこい！怖っ！やった！ビアーキー、ペクセありがとう、サンキュー。うえ、聖騎士から選んだ、そ、キャンプ。下が回ってね、下が回ってね、全然。おっと、シフォー、ありがとう、サンキュー。
いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ。焼き印が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。また次の夜会で待ってるぜ。焼き印って仕方ねえ。